チョコプリのそのさ、お、すごい。手ぬぐいに入ってます。
診療所がですね。診療所、はい、病院、病院です。ちっちゃい子猫だ。はい。しますよーって言ったところ。確かに、うん、いいですね。荒口。矢崎さんから来てもらって。大丈夫ですか。あ、そうそうそう。あ、入って入って。イエーイ。あ、そうそうそう、そういうのですね。はい、ありますよ。はい。ありがとうございます。本当は10キロぐらい落とさなんていかんとでしょ。ああ、いや、いや、20秒。これって何、出航って何年ぐらいですか。出航2年っていう。2年。今1年です。戻りたい感じですか。しばらくいてもいい感じですか。ああ、気持ち的には。初めてしか思いないので。はい。
東の方。登ってますね。あれが倉竹ですよね、多分。竹とかああいうやつなんですかね。あ、多分それだけでしょうね、あれ。あ、面白い方ですね。あれもし、あれじゃないですか。年中だけか、通話だけとか違うですかね。天竹はちょっと龍河だけど左かと思った。あれが津和田、あ、根津田か。じゃ白竹の奥にあんな感じの、あ、なんだっけ、津和田っけ、なかったですかね。津和、ありますね。ありますよね。ということでね、はい、撮りまーす。はーい。3、2、1。はい、撮りまーす。OK。企画で作ってください。だいぶ、だいぶ違うと思う。やっぱ、あ、でも結構しっかり釣りは言い方がやっぱいいですよね。どうしてもね、ここはもう、そう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 。無条件です。うん。お、結構しっかりしてますね。はい。なんでここにブランコ作って山の上で遊んで、いやでもめっちゃ本当に景色いいですね。うん、そうめっちゃいいですよね。やば。結構どうだろうな。ちょっと切るんですね。すごい。完璧に西武線と。ああ、なるほど。いいです。足です。すげえ。かっこいい。かっこいいよね、これ。これかっこいいですね。すごい。めっちゃなんかすごいですね。買ったんじゃないですか、私。
いいですか、恐竜で。じゃあ恐竜、恐竜の何か、ね、恐竜であってほしい。わお、へえ、ちょっと全然斉藤さんの頭の中わからんな。すごい、恐竜がありました。恐竜です、見方によっては。確かに恐竜っぽい。ほんとちょっとかすってるぐらいな。どっちがメイン。そうね、上かな。上かな、うん、ちょっともう、はい。まあいいですよ、可愛くて。ずるい。可愛くいいや。小口さんたちも今日これ降りられてる。根元こうに変えられてる。今の中に来たところ、どう、こっちだから、はい。根元こうに入って、根元こうが来るわ。あ、ご協力者に根元に出てるんですか。そうなんですね。確かに、水俣まで高速ができてそうだけど、恐竜のことは一気で行ってもらって。あー、すごい楽ですね。あ、でも、もう、高かったらあっちでよかったなとか思い出がない。いやいや、全然、へぇー、そういう方があるんですね。あ、すごいね。はい、撮ります。さあ、に、はい、撮ります。ありがとうございます。重装でまた降りることもできるので、その2つの楽しみをこれから体験していきたいと思います。でこの五所浦ね、フリーで、来ないといけないというかね、フリーで来ることができるんで、旅行気分これ無条件になれますので、本当におすすめです。で日帰りが本当にできますので、来て朝一で来てもう夕方前に帰ってくることができるんで。あ、いける？あ、なるほどなるほど。あ、めっちゃいい。あ、これ面白い。うん、気をつけてください。はい。下が違うでしょ。そうか。なんか、ちょっとなんかどういうこと。全然印象が違う。雄大ですね。海がでっかい。こんな風に見えるんだ。もう結構怖いですね。よいしょ。あ、そういうことですね。もう一個ぐらい。すごいすごい。あ、
あ、あ、すごい、マジで海。海すごい。でもこれ多分もっと光さしたら超青いですよね、うん、下。今でもね。そう、今でもちょっとあのね、青いね、コントラストがありますもんね。すごい。あ、じゃあこっち向けます？あ。見向きね。一人こけかけました。戻るとき気をつけてください。山さん、正式名称何だったんですか？ですね、アイカの覗き窓。アイカの覗き窓。はい、はい、決定です。中にあるんですか？ね。石か。石。まあでも石ですよね、化石ですね。化石が取れた後のその先なの なんですけど、危ないとみたいな、いうのもなんか結構あって、それも一応化石いたんですかね。あ、本当だ、ちゃんとちょっと上手に切ってきましょう。これは飲むあれですね。そこの渡りが刺さって、そこの飲むがいいでね。そこに引き継いでないもんね。そうそうそう。だいぶもったいないこれ。あ、まあでも死ぬか生きるか、ただ水に関係するんですよね。そうですね。とフライパンみたいな持ちますよ。死ぬかね。フライパン。なんだろうこう。マリンディマスとか。フライパンと、フライパン、あ、これ、フード喧嘩の途中ですかね。デリフトはもう毎回のように出るじゃないですか。あ、なんかあるんですか。これは違うか。あ、ルート。あ、ルートが。はい。私の方に、なんか昨日と今日が初めてなんで、私たちもちゃんと、ね、はい、ちゃんと把握ができなくてすみません。じゃあこれ写真撮っときます。あ、はい、すみません。お客様お待ちなので。